基本的な構造から、まあ、あとは今電気が主流になってきてるんで、まあ、ちょこっとだけ、まあ、教えてもらったり、あとは2級整備士が筆記試験だけで取れるっていうので、実技と学科、実技座学、実技座学みたいな学習で分かれてました。車の基本的なその仕組みっていうのはやっぱり一番ためになるんじゃないかなと思います。もうちょい勉強しちゃったなって思います。いい意味で砕けてる感じが、教師の方と僕ら生徒でもこう距離が近くて何でもこう話し合えるみたいな雰囲気はとても良かったですけどね。担任の先生が結構そのいろいろ選択肢を出してくれたんですよね。やっぱりその関東とかの高級外車系のディーラー行けるんじゃないのみたいな話をもらったりして、実際話を聞きに行って、まあ合格しちゃってみたいな、マジでみたいなっていうのがあったりしたんで、やっぱその道を作ってくれたのはやっぱ担任の先生なんじゃないかなって思いますね。僕一回整備士を辞めてまして、ただやっぱり車が好きっていうのはどこかやっぱりあって、せっかく資格も持ってるし、やっぱり車には関わりたいなって思ったんで、うちはその取り付け、電装品の取り付けとかドライブレコーダーとか、今であればそういうのってまた整備と違って内装のパーツを外したりするってまた別の難しさあるんですけど、やっぱ基本的なところはやっぱ一応知ってるんで、それを活かしてっていう場面は結構多かったりするんで、そこはまあ整備士やっててよかったなと思いますね。実際その触れていくと、あれちょっと違うなってなったりすると思うんですけど、それはやっぱりその時の視点だからちょっとこうぶつかっちゃうところがあると思うんで、もう少しこうリラックスしていろんな視野を広げて、今これでいいのかなっていうところを、いやこれがいいんだっていう気持ちに変えれるように、やっぱどこかやっぱポジティブに考えていければ結構楽しいんじゃないかなと思います。